バートイシュル市街を自動車で移動する、オイゲン大公イ員ゲンフォニエスターライヒは、オーストリアハンガリー帝国の軍人、陸軍元帥。ハプスブルクロートリンゲン家出身の最後のドイツ、騎士団総長。全名は、オイゲンフェルディナントピュースベルンハルト・フェリクス・マリア。オーストリア皇帝家の分家である、テシェン皇爵家出身のカール・フェルディナント大公と、その妻で、ハンガリー宮中博。 ヨーゼフ・アントン大公の娘である、エリーザベト・フランツィスカの間の末息子として、モラビアのグロース・ゼー・ロビッツで生まれた。二人の兄と同様に軍人としての人生を歩んだ。また皇帝家の一員でありながら、家具職人としての技術を習得していた。ハプスブルク家では、当主以外も、オーストリア大公くらいを名乗る習慣のため、常実のように文家の出であるが、オイゲン大公と呼ばれる。 1894年に亡くなった叔父のビルヘルム、大公からドイツ騎士団総長の職を引き継いだ。オイゲンの下でドイツ騎士団は純粋に宗教的な騎士修道会へとその性格を変えた。また、ドイツ騎士団総長が兼務するオーストリア・ハンガリー第4不評連隊の連隊長をも務めた。この他、プロイセン軍の第三強行騎兵連隊の連隊長でもあった。 第一次世界大戦では陸軍元帥として西部戦線南方の最高指揮官を務めた。1898年にザルツブルク州のホーエンベルデン城を購入し、この城を改築して居城とした。オイゲンは居城に莫大な数の美術品と武器を収集、陳列していた。1931年、ホーエンベルデン城は火の不始末から火事になり、 大部分が焼けてしまった。オイゲンは莫大な資金をかけて城を再建した。1938年にアンシュルスが実施された後、オイゲンはナチスドイツの大喚区指導者により家屋敷を売却することを強要された。1954年、南チロルのメラーノで91歳の高齢で亡くなった。ありがとうございます。